ジェームズ・マイケル・レイ・マカドゥーは、アメリカ合衆国、バージニア州ノーフォーク出身のバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。バスケットボールで沿入りの名センター、ボブ・マカドゥーは、またいとこの父にあたる。バージニア州のノーフォーク・クリスチャン高校時代に、マクダナルズ・オール・アメリカンや、ジョーダン・ブランド・クラシック・ゲームの MVP に選出されるなど、 全米級の超逸材として注目されたマカドゥは、オジノボブ・マカドゥの母校でもあるノースカロライナ大学に、進学後も中心選手として活躍し、3年生を終えた2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明するも、まさかの使命外となってしまった。まさかの使命外に終わり涙にくれたマカドゥだったが、その後、NBA サマーリーグにゴールデンステート・ウォリアーズの一員として参加。 さらにシーズンキャンプにも参加し、開幕ロースター入りを目指すも、シーズン開幕前に解雇。解雇後、参加のサンタクルーズ・ウォリアーズに送られ、改めて NBA 入りを目指すことになる。そして翌年1月19日に10日間契約で1、軍昇格を果たした。当日のデンバーナゲッツ戦で、早速念願のリーグデビュー。2度目の10日間契約を終えた2月19日に2年契約を、 勝ち取る結局、マカデューは2014から15シーズン1、2軍両チームで優勝を経験した選手となった。2016年7月にボリアーズと再契約。2016から17シーズンも NBA チャンピオンを経験した。2017年夏、完全 FA になったものの、契約先が見つからず、8月26日に、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズとツーウェイ契約を結び、開幕ロースター入りを目指すことになった。2018年1月15日、シクサーズから解雇された。ハリソン・バーンズ、タイラー・ゼラー、ジョン・ヘンソン、ケンド・ール・マーシャルは、ノースカロライナ大学時代のチームメイトだった。ありがとうございます。